プライマスは、アメリカ合衆国出身のオルタナティブロックバンド。主催者レス、クレイプールの高度なベーステクニックと、幅広いジャンルの音楽を吸収したサウンドを持ち味としている。創始者レス、クレイプール1984年、レスクレイプールを中心に結成。メンバーチェンジを経て、元ポゼスト、ブラインドイリュージョンのラリー・ラロンデと、ティム・アレキ・サンダーが加入し、 1989年、自主制作ライブアルバム、サック、オンディスで、インディデビュー。その後、アルバム、フリズルフライを経て、1991年に、アルバム、セーリングザシーズオブッチーズを、当時ワナーミュージックグループ参加のレーベルであった、インタースコープレコードから発表し、メジャーデビュー。同作には、トム・ウェイツが、ゲスト参加しており、後に、レスも、 トム・ウェイツのアルバムにたびたび参加している。1993年発表のアルバムポーク・ソーダは全米7位を記録。1994年、クレイプールはソーセージというサイドプロジェクトを立ち上げ、アルバム謎解きの夜を発表。1995年、アルバムテイルズ・フロム・ザ・パンチ・ボールが全米8位を記録するが、 1996年にティム・アレキ・サンダーが脱退。ブレインことブライアン・マンティアを公認に迎え、アニメ番組、サウスパークのテーマ曲を提供。1998年のグループショット1999年、オズフェストに参加。同年発表のアルバム、アンチ・ポップは、トム・ウェイツに加え、フレッド・ダースト、トム・モレロ、ジム・マーティン、ジェームズ・ヘッドフィールド。 スチュワート・コープランド等の多彩なゲストミュージシャンを迎え、制作された。また、同年には、トム・ウェイツのアルバム、ミュール・バリエーションズや、ジャック・ケルックのトリビュートアルバム、路上、オン・ザ・ロードを歌うでトムと共演。2000年にはブラック・サバスのトリビュートアルバム、トリビュート・トブラック・サバス、ネイティビティ・イン・ブラック2・ツーで、オジー・オズ・ボーンと共演。同年のツアーを最後に、 プライマスは一旦解散する。クレイプールは、オイスターヘッドやソロ名義で活動。2003年、レスクレイプール、ラリー・ラロンで、ティム・アレキ・サンダーの3人で再結成し、DVD と新曲を含む EP を抱き合わせた、アニマルズ・シュド・ノット・トライト・アクト、ライク・ピープル発表。カナダ・オタワ公演2006年、初のベストアルバム。 ゼイキャント・オール・ビー・ジンジャーズと再結成後のライブを収録した DVD ブレイム・イット・オン・ザ・フィッシュ発表。2010年初期ドラマー J ・レインが21年ぶりに復帰。同年8月12〇10 2010リハーサルと題した4曲 EP がオフィシャルサイトで無料配信された。2013年9月にレインが脱退しティム・アレキ・サンダーが復帰。 2014年10月、アルバム、プリムスザ・チョコレート・ファクトリー・ウィズ・ザ・フンギ・アンサンブルを発表。ありがとうございます。